ラジオネームミミズグチュグチュ、サークルの集まりで道に広がる大学生、全員まとめて性病になれ、リフトオフ発射だよね、性病発射してるみたいになってるじゃないか性病を詰めたミサイルを発射してるみたいな何だよ、ラジオネームとびっこ、自分のことをちょっとポチャですという女は 90% クソデブ、リフトオフ。本当あの映画はね、本当に宇宙、宇宙飛行士を目指すね、まあ本当兄弟のいい話なんですよ。爽やかな、ね、漫画見てますけど、いい話ですよね、はい、いい話ですよね、どっちも夢を叶えてクソデブリフトオフじゃねえの結局こういうことになっちゃうんだ、もうちょっと爽やかな欲しい、ラジオネーム三平、パートの中西さん、最近旦那とうまくいってないらしいわよ。マジかよ、リフトオフあ、旦那とうまくいってないんじゃない、旦那とうまくいってないんだったら、じゃあ俺にもチャンスがあるな、リフトオフじゃねえんだ発射の意味が違ってくるだろ。違いました、それ射精だろラジオネーム三平、弁当屋のおばちゃんがフランクフルト焼いてる、リフトオフやめなさいよ、ほんとなんかゴキブリ系男子のコーナーを作ってやるから発射が全部これ何でもこういうことでやめてもらえるから、発射が全部その射精になっちゃうから、射精になっちゃうって大丈夫、超重ギガそう1時間弱火で、ごめんなさい、1時間弱火で煮た豆をそのままゴミ箱にリフトオフやめなさい、なんだよなんでそうなるの全部FM 長野ラジオのユッケ、オナニーの握力は120キロ、歌丸です、リフトオフこれも射精になっちゃってるんだよ、ちゃんと全部そうだ、FM 福井太平、海で溺れそうだったので、綾瀬はるかちゃんの顎に捕まりましたリフトオフやめなさいよこっちに、パラダイス銀河、アホでバカな男だとは分かっていた、相手にも言った、ちょっとの可能性があった、私以外は再生させるのは無理だと思った、使命感が湧いたんです、リフトオフ園山さんだよFM 長崎ロファス、この曲は G 行為終了後作りました、抑揚感を思う存分楽しんでください、それでは聴いてください、リフトオフなんかこの射精になってるだろ、完全に射精でしたね今のは、バカバカだなFM 長野おなきち、こじはるに乳首をいじられたい、リフトオフ射精しちゃってんのラジオネームファンタスティックなだおマットさんでした、相川金也です、リフトオフあれなのかな、相川金也さんがデリヘル嬢なのかな、ずっと待っててもう1時間経ってんですけどみたいな、店で電話したら、もう出ましたからコンコンつって、あーおマットさんでした、相川金也ですつって抜かれちゃって、すぐリフトオフと、ね、以上です、はい、ラジオネームミミズグチュグチュ、カラオケボックスで楽しそうに騒ぐ全ての人間、喉にポリープできろ、リフトオフ最低よねタムケンサビだよね東京の無重力にみんな死ねえみたいな、あーあれだ、 FM9 ラジオネームコバチョ、電車の中で座席を占領して騒いでいるブス3人組まとめてリフトオフ発射だっけ、発射みたいな、ね、発射、はい怒りのFM 岡山ラジオネームタルム、女子会と称して昼間から酒を飲んでいるババアの集まりに元木大輔をリフト元木大輔を投入してどうすんの盛り上がりそうだよね、またさらに元木さん浮かびますね、ラジオネーム超重ギガジャクソン、
隣の女子大生の部屋から聞こえるシャワーの音を iPod に入れたぜ。リフトオフ再生。最低だな、変態だな。あれだよね、はい、たまにトイレとか行ってさ、入ってるじゃん、うん、男子便所、当然よ、当然男子便所入って、はいはい、大便器とかにちょっと座ってたりするとさ、なんか壁が薄くてさ、女子便器の方のさ音がすげえ聞こえてくる時ある、あのガラガラガラっていう、あーティッシュを、ティッシュを、はい、ああいう時いつも思うね、女の人ってガラガラ長いね。いや確かに、ガラ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 女どんな面してやがるんだろうなと思ってさ、俺やっぱりトイレの前で待つんだよ。やだ。そら、ああこういう人がああいう風に下品な、ちょっと変態なんですけど、それ変態、いや変態じゃない、夜な注意してやろうかなと。いやできないですね、あなたガラガラ長いんじゃない三河さんって怖い、あなたちょっとガラガラ長いわよみたいな、捕まりますよ。一個あげましょう。おあん。ラジオネームとびっこ。床をモップ掛けする掃除のおばさんのパンティーラインリフト。ゴキブリですもん。ゴキブリ系男子。パンティーラインって女の人気にする？ちょっと。あんまり。何でしたっけ、あの。横、縦、横、縦、あの太ももの辺、ケツのところのゴムみたいなのが薄いのも入ってる。全然気にしないですね。気にしない？まあお前はもう気にしねえか。どういうことですか、もうって。なんかもうそれもなんかもう捨ててんじゃん。いやいや、捨ててないですよ。あ、そう。いや、あんま出たことがないと思います。最近あったああいうのあんま見なくなったね。ああ、ピチッとした。みんなちょっと、そういうのが出ないものを着用してるよね。結構ね、そうかもしれないですね、うん、そういう世の中になっていきますね、本当に隠してあのちょいエロみたいなものが ない世の中になっていってますよ、あブラの線が見えないとかさ、見せちゃうか隠すか、そう、はい、なんかそのブラ線もこれは見えていい、うん、ブラ線ブラこれもブラ線はこれ見えていいのだって言うじゃない、いいのだ、ああいうのちょっとやっぱりちょいエロみたいなのなくなっていってますよね、うん、あ、興奮にはいかないですね、ちょっと残念な世の中になってるけど、うん、まあそれもこれもその怪奇金環日食がその全てを変えてくれるんじゃないかなって俺はやっぱり淡い期待をしてるんですよ、人間たちがこの今回の金環日食で少しそういうことの意識をちょっと変えていくんじゃないかなと、うん、ちょっと期待してますけどね、はあ科学番組ラスト、はい、FM 岡山ラジオのたるみ、放課後グランド陸上部の太ももリフトオフ、もうなんか青春、いいですね、青春でしたね、はい、なかなか良かった、はい、ラジオにもシカトロック、毒もとか語ってるやつらの両足が水虫になれリフトオフ、水虫でしょあいつらブーツばっかり履いてる、ありえますね、うん、そもそもがね、うん、でもまあこいつなんかそいつらの水虫を食べたいっていうタイプだろうな、ペロペロした FM 群馬チュリスケ、ブスのお団子ヘアを7番アイアンでリフトを、いやいやブスのお団子ブスのお団子7番アイアンでリフトオフしたいね、でもねどういうことなんだブスのお団子ね、怖いですよ、FM 山口お前あれだ、顔引きつってんな、ブスちょっとブスとかピクって反応しちゃうんですよ、うん、なっちゃうな、この前もなんかブスは刈り上げるって言った、私本当にここ刈り上げてて、やばいな日村さんもうわーって自分のことだって思う、バナナマンの日村さんも刈り上げてそこと一緒ですか、嘘だからブスは刈り上げるえそこまでFM 山口ブラブラブラゼル、白豚の1984をブックオフにリフトオフブックオフにリフトオフ、白豚村上さんですよ、あ
村上春樹白豚大先生、はい、村上春樹白豚大先生久々に言っちゃったよ。そうですか。ラジオネーム飛びっ子。お釣りを渡すとき軽く手を握ってくるキオスクのおばさん、リフトオフ。喜んでんですか。ゴキブリ。喜んでんだ。ゴキブリだな、こいつも。いいゴキブリっぷり。あれたまにおじさんでも握ってくる人いるよね、店のリールかなんか。パクッと挟んでくる、両手で。お釣り渡すとき、おじさんだったら気持ち悪い、これ、手引き抜いちゃう。おばさんだったらまだいいけどさ。ラジオの長寿ギガジャクソン、うん、下着は盗まない、しかし匂いは楽しませてもらうぜ、リフトオフ。なんなの、偉いよね。でもね、盗まないんだもん。うん、でも嗅いでんのか。だからやだな、あれなんじゃない、洗濯物ぶら下がってるところ、パン食い競争みたいな状態じゃない。パン食い競争みたいな状態で匂うんだな。こうやって、うん、それでもいい。お前、その自分のパンティがそうされてるの見たらどう。いや、ちょっと観察して、うん、ひどくなったらキャーって言いますけど、興奮してんだ、ちょっと想像します。そうだろ。嬉しいだろ。嬉しい、うん、え、そうだよ。FM 群馬、ラジオネームあずま。お前はいっつもそうだ、いっつもそう、いっつもそうだ。お前はいいっていう、でも俺は良くないっていう。俺はこういう人間だ、リフト。ビッグダディ、ビッグダディ林下さんですけど、ね、俺もちょっとさすがに俺ビッグダディへの俺も熱冷めたな。あ、飽きちゃった。もう飽きちゃった。あ、じゃあ再放送、古いネタでした。再放送多いんだもん、同じシーンばっかんだもん。そうよくないですか。もうじゃあ新しいのね。そう、なんか新しいのね。ラジオネーム他力本願寺の子。卒業して恋愛解禁になった前田敦子のもとへ、日野翔平をリフトオフ。最近日野さん暴れてないでしょ、そんなに。で、ラジオネーム味噌塗りランドセル。とにもかくにもひとまず中村獅童をブラックホールに向けてリフトオフ。出てくるよ、ね、ホワイトホールから。ホワイトホールから中村シュー出てくる。スパイダーマンのお面かぶって強いですね。スパイダーマン。FM ミエ黒メガネ。丸2日煮込んだ熱々のカレーを照英にぶっかける。リフトオフ。どういうこと。そうね。ラジオの長寿ギガジャクソン。勇気を出しておしゃれな服屋に入る。そこから記憶がない。そして家には1枚2万円のシャツがある。リフトオフ。相当辛いんだよこいつも。俺もそんな状態だな、結構。あー、買っちゃうな。ラジオの長寿ギガジャクソン。肉食系じゃない男は嫌いとかいう自称恋愛の達人、蜂の巣を家に。蜂の巣を投げ込むってなんか本当にアメリカのアニメっぽい発想だ。それはアメコミ。かわいいよ。ラジオネームひろき。太田プロ総選挙で翔平さんが1位になる可能性、リフトオフ。太田プロ総選挙もね、太田あの AKB 総選挙と同日開催ですからね。去年はまあ上島竜兵さんがまあ1位を獲得しましたから、ね、高いですね。結構注目されてますもんね。結構注目されてますから、今年ぜひぜひまた、もっと注目してやってください。以上でございます。FM 山口ブラブラブラゼル。可愛いチアリーダーに応援されている強豪校のやつらの肘めがけてシュートをリフトオフ。シュートリフト。うん、これでも大失敗すんだよな。この結構キャラ的にさ、なんかあのボール使ったゲームとかやってたらさ、全力で女の子が顔面めくってボール投げたりさ、結構する役目じゃん。役目じゃん。まあ背負ってらっしゃいますよね。そうするとさ、やりすぎると肘とか壊しちゃったりしてさ、でもそこ肘壊した姿はみんなに見せられないからさ、平気な顔してさ、やんなきゃいけないから、あんまりそう悪いことしない方がいい。FM 群馬チュリスケ。はい。ブスがカウンターバーで、あ、ごめんなさい。ブスがバーカウンターで飲んでいたマティーニをライフルでぶっ放した後、付き合わせのオリーブを鼻の穴へリフトオフ。
ちょっとデブちょっとデブのさ、うん、デブのブスのさ、うん、ライターとかやってるようなさ、うん、おしゃれ雑誌のライターとかやってるクソババアがさ、うん、ちょっと本当にバーとかで飲んでるの見るとさ、うん、俺好き腹立つね腹立つね FM 福井ブヒー童貞と脱ぎたての女子のブーツに鼻をリフトオフシンプルなこれですよね。もう嫌いじゃないですよこれね。そうですね。僕はほらガールズバーでもそうですけど、ちょっと女の子が足臭いって言うとやっぱちょっと嗅がしてくれって言いたくなっちゃうタイプですから。そうですね。そういうタイプですから。僕はそういうタイプに、そういうタイプの男だ。群馬チュリスケ、はい、ブスのサラサラな髪に3日間噛み続けたガムをリフトオフ。ヒルドラーレベルの歌詞なんですね。最悪だね。FM 福井白帯、はい、結婚生活で機嫌が良かったのは10日ぐらい。怒りのスイッチが入らないよういつもビクビクしていた、リフトオフ。何なんだろう。辛いっすね。辛いか。頑張れよ。ラジオネーム、とびっこ。はい。ご飯、大盛りにしておいたわよと、微笑む弁当屋のおばさんに、リフトオフ。やめなさいな。浴場すんじゃないよ、そういうババアに。あ、浴場してるんですか、ね、しつんのよ。もう、弁当屋のババアとかさ、もう。何とも言えないセクシーさがありますね。ありますか。お前そう好きだもんな。だってハンバーグ系女子好きだもんな。今日からそういうことになってますね。ラジオネームファンタスティック原田、はい、中井貴一の七三の分け目を右から左にリフトちょっと俺でもあれよく注目してないけどさ、多分中井貴一さんあれ仕事によって右と左分けてると思うよ。ここ一番の仕事はいつもじゃない方の分け目でやってるイメージあんだよね。本当ですか。ちょっと確認したいですねそれ。ちょっとミキプルの時は通常通りだね。通常通りがどっちかわかんない。ちょっと確かめたい。ちょっと確かめた方がいいかもね、はい、FM 長野の納豆パフェ、経営不振の風俗に大鶴ギタンをリフトオフ。どういうことかよくわかんないな。なんですか、まあ、マルシアがもういないからちょっと溜まっていくかな。毎日来てくれるかもしれないね、おつるぎたんさんの。今奥さんいないから毎日。そんなことないと思いますよ。ラジオのファンタスティックアルダ、はい、道で寝ている照英に2階の窓から鉄アレイをリフト。何を言ったの。やめなさい翔平に。1年ぐらい出てますね翔平さん。ラジオネームたけみ、大林素子を AKB 総選挙第5位にリフトオフ。これね気をつけてくださいよ、はい、無効になりますから。どうしようかな。 FM 参院島根の長方形、はい、ファミレスで騒ぐヤンキーども、熱々のチーズインハンバーグで口の中をやけどしろ、リフトオフ。情けないよもう。ねえ、ファミレス、なんでファミレス、はい、と夜遅めのドン・キホーテはヤンキー多いかね。ああ、多いですね。あ、特にまあドン・キホーテとかさ、はい、ドン・キホーテ多いけどさ、ドン・キホーテってさ、 あのおしゃれな街にあるドン・キホーテでもさ、はい、ヤンキー多いな。います。夜中な、はいはい、あれなんだろうね。でしょ、ドン・キがこう呼ぶんですか。呼ぶのかな、あの黄色い光が。ヤンキーを集まってくる。それかおしゃれな街にあるドン・キで、おしゃれな街にもやっぱり隠れヤンキーがいっぱいいるってことなんだよね多分。昼間はおしゃれな格好してっけど、夜になると夜になるとやっぱりそういう狼男じゃないけど。その街に住んでるんですか。その街には住んでんだけど我慢して、はい、窮屈なんだよ。はははは。他からやってくるわけじゃなく、うん、そこにドン・キホーテにやっぱり行きたくなんだろうな、ヤンキー気分で。はあ、そうなんですかね。多分いつもはおしゃれな服着てんだけど、もう夜でドン・キホーテ行くぞっていう時はちょっとやっぱり、
じゃヤンキーっぽいジャージ着ていこっかなみたいななんかこうグッとくるもんがあ、なんかあるんだと思うよ、ですかね、うん、以上です。ラジオの鳥獣ギガジャクソン、はい、俺の自転車のカゴに空き缶入れたやつ飛行機のエンジンに巻き込まれろ、リフトオフそんな大げさない飛行機に巻き込まれるほど肉がないだろそんなに肉いね。ラジオにチュリスケ、はい、打ち上げの企画を立てるクラスの人気者に呪いのメールをリフトオフ。やめなさいね俺もそういうやつでも嫌いだな、なんか打ち上げやろうぜみたいな、おお、あまり言われると腹立つね。それで人気出ちゃうやつは腹立つね。ああ、いますね。あの人やっぱりなんか面白いことやってくれるよね。はいはい。ね、あの人が声をかけてくれたらみんな動くよね。ちょっと言うやつ見ると俺も確かに飛行機のエンジン巻き込まれるみたいな気持ちを分かっちゃいました。分かっちゃダメだね。そのエンジンのやつの。ラジオの鳥獣ギガジャクソン、はい、学歴や年収にうるさい独身ババアの鼻に太くて大きいわさびを無理やりリフトオフだからまあ独身のクソババアになるんだもんなしょうがないよね。そうですか。学歴やお前のだから奥さんとかもあれだよな、うん、だから学歴とか年収にうるさくねクソハンバーグババアってことだもんな後ろが嫌ですね。お前学歴そんな高くないだろ。僕は高くないです。で年収もそんなに、年収もないです、ね、だからそういう意味ではお前のところのハンバーグおばさんさ、最初だけハンバーグおばさんだからいい女だよな。ハンバーグおばさん、ハンバーグおばさん心は綺麗な、いいやつだよ。いやいやいや、もうだ訴訟ですね。なんでね、いいやつだって褒めてんのに。いやいやですもん。ハンバーグおばさんいいじゃないか。ハンバーグおばさんなんて言われて、はい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 。うちの奥さんハンバーグおばさんですよなんて言う人いる。で商売成功するかもしれない。ハンバーグおばさんの。ハンバーグおばさんの。お弁当屋さんありますけど、よくあのランチタイムで出てくる。なんで褒めるのに。お前もひがみ根性すごいな。いや、ハンバーグおばさんって言われて嬉しい人いないでしょ。あの奥さんを。訴状書いてますからね。訴状書くなよ。一回見せろよ。ちょっと書いたら。いやいやいや。一回その段階で一回謝るから。FM さんにムスカの弟、はい、モヒートを飲むおしゃれなブスに僕のマッコにリフトをやめなさい。モヒートとか俺ダメだわ。カクテルだよね、すりつぶしてあの香草みたいな、香草みたいな入ったやつね、ミントみたいなね、ミントミントが入ってるカクテルですね。あれまずいよね、あれあれダメですか。ダメ俺。お前好きそうだね。僕結構飲んじゃいますね、モヒート。無理だな、お前そういうところあるもんな、結構そうシティ派だよな意外とな。そうですか。うん、生まれも東京だしさ。東京ですね。でちょっとそういうシティの鼻につくとこあるよ。まあでもまあ俺はね、それはお前にひがみはないんだよ。なぜならね、お前の嫁ハンバーグオーバー。本当あの10分で書きましたよ。これがさ、嫁が綺麗なさモデルだみたいなのだってさ、はい、俺もこのラジオにも呼んでないもんね嫉妬で。でお前の普通にハンバーグおばさんだから。僕も割と好きなんですけどね、奥さん。やっぱあの顔も好きですし。ハンバーグおばさんのことだろ。いや、だから俺もだよ、それいいっつってんだ。はい、いや、まあハンバーグ好きだよ。俺もぽっちゃりの方が好きなんだもん。ハンバーグまで行っちゃうとちょっと難しいけど。はいはい、だから。じゃもうちょっと、ハンバーグが好きなんじゃないですか、僕。その、まあ、顔とかが好きなんですよ。ハンバーグ顔だろ。いやいや、ハンバーグ。はい、本当今書いてます。訴状書くんじゃない。訴状書くなよ。消しなさい。ラジオネーム三平、はい、DJ 赤坂の鬼ダサキャップを先着1名様に、先着1万名様にリフト。鬼ダサキャップとか言うなって。ここFJ、ここやばいんだって、ほんと。東京 FM だから、いつ、どこで赤坂さんのスタッフの耳に入るかわかんないんだから。ホームグラウンドですよ、ね。そうだ、もうこれ赤坂さんの家って言ってもいいんだから、東京 FM なんて。そうだよ、そこのお前、俺ら倉庫でコソコソやってるだけなんだけどさ、あんまり悪口言うんじゃない、赤坂さんの。ラジオネームファンタスティックアラだ。はい、バラエティのイメージしかないのに、肩書きを女優に変えた優香のちぶさをリフトオフ。いや、そんなことない。優香、最近ちゃんとしてたよな、なんか吹き替えのやつとか
ちゃんとなんか芝居してたよ。ああ、そうですか。うん。おお。いやでも言うか、あれ水着の写真集10年ぶりに出して、あれ大正解だな。あ、そうですね、出されましたね。すごいんでしょ。じゃあの優香のプレイボーイだよ、プレイボーイに優香の10年ぶり復活の水着が乗ったのを、はい、ガールズバーで俺ガールズバーの女たちに見せてて、こんな風になってんよお前優香綺麗だろお前30で、あ、言ってた、言ってましたね、言った後転落だよ階段から。だからお前ガールズバーの女みんなクソ笑ってたんだバカがよ、私たちのことブス邪魔にしやがってよ、死んじまえっつってわちら当たったんだってじゃあ以上です ね、はい、ラジオネームとびっこ、はい、ライクとラブって全然違うよねとか、下り顔で恋愛論を交わすブスの口にネズミの死骸をリフトオフちょっとこれなんかまずい匂いがしてきてますけどね、この子思い出すんですけどね。ラジオネームシカトロック、はい、俺に嘘のメアドを教えた女子の家に大量のシロアリをリフトオフしてますね、昔こんなコーナーなかったっけな、みたいな。ラジオネームとびっこ、私昔ポカリスエットの宣伝に出てた、はい、後藤梨沙さんに似てるって言われたんですよと、一瞬顔の浮かばないタレントを出して自分を持ち上げる勘違いブスの顔面に腐ったエビをリフトオフリフトオフするものがだんだん強くなってきましたね。ちょっとリフトオフが必要になってますけど、大丈夫でしょうか。FM群馬チュリスケ、はい、タピオカを飲みながら歩くブスの目の前にカエルの卵をリフトオフそれはね、俺も田舎育ちで田んぼばっかりだったからさ、カエルの卵とかをよくさ、もう取ってたりしてたからさ、いまだにちょっとタピオカ見ると抵抗あんだよね。はあ、うん、ずっとしてお前ら都会っ子だからないだろう、あんまりカエルの卵はないですね。カエルの卵、うん、あんまりカエルもそんなに見たことないだろう。いやあれがなかったですね。寂しい人生だな、東京育ちの子もすみません。 FM 山口ブラブラブラゼル、はい、深夜までどんちゃん騒ぎしている隣の部屋の鍵穴にガムをリフトオフ。はい、これ逮捕ですね。これやると逮捕になりますからね。気をつけてくださいよ。気をつけてくださいね。ラジオネームタコスケ、はい、男がおごるのが当たり前とかいうドブスの印鑑を連帯保証人にリフトオフ怖いわ。でもな、はい、結構いろんな人、漫画なんてバカバカしいとかさ、文化人とか言う人多いけどさ、本当に連帯保証人になっちゃいけないなとかさ、借金しちゃいけないなっていうのはさ、はい、もう何は金融道だよね。ああ、あれでもう恐ろしいっていうさ、そうですね、人生がもうダメになっちゃいますもんね。っていうのを見たからさ、あれは、やっぱ漫画もなかなかの影響力あるぞっていうね。そうですよね。FM 三重黒眼鏡、はい。男は顔よとか抜かす性格ブス女に中村獅童をリフト中村獅童とかさ、はい、いつも中村獅童とかさ、あと生瀬さんとかさ、ああ葛飾さん、あとなんなら小林念次さんとかさ、はい、ああいう結構性格俳優みたいな人いるじゃん、なんかコメディ要素強い役者さんとか、はい、役者さんってでもさ、そういう人でも会うとかっこいいよね。あ、背高くてスラッとしててさ、あーオーラありますよね。あるよね、役者って。なんなんでしょうね、なんだろうな、あれがかっこいいですよね、近くで見ると。役者ってやっぱかっこいいんだよ。いや、かっこいいですよね。3枚目ですみたいな人でもかっこいいじゃん。大泉洋とかでも実際見たらちょっとかっこよかったりするじゃん。あ、そうなんですか。なんかあの3枚目ですよみたいな、へえ、芝居やってる方とか、まあ、昔ミュージシャンの方とかもいらっしゃいますよね。そうね、今は役者さんやられてても、いろいろいるからな。へえ、いや、田中邦衛さんとかもちょっとかっこいいからね。あ、へえ、そうなんですか。武田鉄矢さんぐらいじゃない？ちょっと、そんなことないです。武田鉄矢さんもね。FM 福岡、下道カッパ、はい。自分の嫁や彼女のクソつまらない天然ボケエピソードをドヤ顔で話す芸人、リフトオフ。ああ、天然ボケエピソードね。
まあでもそういうスタイルの芸人もいますからね。うん、西の棚ですからね。そうですね。余計なこと言わないでくださいよ。芸人側としては。日本放送でその芸人の番組が少ねえ少ねえっつってさ、はい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 、ミュージシャンとかばっかりじゃねえかっつって、芸人の番組少ねえっつってたらさ、いろんな人からさ、いやもともと日本放送オールナイト日本の枠はそんなもんですよって昔から、ミュージシャンとか新しい人たちもいて、芸人もいてっていう感じですか。芸人だけの別に枠じゃないですからとかよく言われるんだけど、そんなことは知ってんだよこっちは。はいはい、こっちはミスリードでアジテーションだよ。ミスリードをバンバンして、ちょっとでも芸人の枠を増やしてやろうっていう思惑だから。 ありがたい。そりゃそうですよ。そうですよね。そうですよ。だって日本放送のことあんまり知らない人はあれ本当少ないのかなって思っちゃうから。ミスリードバンバンしてやったんですよ。一枠でも。そうですよ。そういうことです。お願いしますけど、ね、ラジオネームファンタスティックアルダ、はい、こじはるのだと嘘をつき、俺のパンツをオークションにギフトを取る。これあげましょう。パン、これいいですね。FM 長野納豆パフェ、はい、学校一のマドンナと付き合い始めたサッカー部キャプテンのスパイクに大量のナメクジギフトオフ。ナメクジね。ナメクジね。ラストぐらいにしましょうかね。どうしようかね。はい、これにしようか。はい、ラジオの飛びっこ、なぜか今のタイミングで元わらべの高部智子を博多にリフト。さしこの帰りにね。どうでもいいですけど。 FM 山口ブラブラブラゼル、はい、周りに私に合う男いないのよねとかいうどうしようもないブスのおしゃれメガネを七輪でじっくりリフトオフ。じっくりリフトオフじゃねえ。ちなみにリフトオフっていうのは発射とかいう意味ですからね。そうです、一応ね、はいはい、まあ基本としてはね、はいはい、ラジオネーム東西南北、はい、友近で笑えないとお笑い好きとは認めないとか言っているドブスの携帯にワンクリック詐欺の URL をリフトオフ。ラジオの長寿ギガジャッツさん、はい、プリクラでキスの写真を撮っている純愛気取りの高校生カップルをビッグスクーターで追いかけ回し港の倉庫に追い詰めリフトオフ。追いかけ回すんじゃねえ、ぶん殴られるぞ逆に。今日久々に暴走族見たわ、ここ来るとき。こんな近辺こんなごいですよ。その結構静かなバイクだった。あんまりワン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 はやってない優しい暴走族いたな久々に。へえ、いるんですね。いた。ラジオのレペゼン秩父、はい、隣から喘ぎ声がうるさいのでベランダにネズミ花火をリフトオフ。なんか標語みたいになってるけど。標語最悪だからね。FM 福井白帯、はい、僕が1億円払うことは無理だな、リフトオフ。自治問題入れてくるの。原監督もな、20何年前だってな、あれな。そうですよね、あれ日記か、流出したんでしょ、ね、日記にお前のこと書いてあるから買い取れよ、はい、で1億円だろ、でそれ払ったら今度は日記を返せ。怖いな。怖いですね。やっぱその本当に下半身ぐらいはコントロールしたいもんだね。俺やっぱ自分の方がやっぱ本当。あ、でも大事なことですか。いろんなことはうまくいかないじゃん、はい、仕事だってうまく自分の思う通りにもいかないしさ、はい、自分の考えてることも間違いだっていっぱいあるじゃん。あります、ね、だけどさ、はい、下半身ぐらいコントロールできるだろう。できますか。いや、俺はだから今後のやっぱりこの人生の中でね、やっぱ下半身トラブルだけは避けたいね。あいさん大丈夫ですか本当に。俺は大丈夫でしょ、それ下半身トラブルないでしょ、俺は。うん、付属しか言ってないんだから。そうですよね、
それはね、いいこと。いや、それ風俗嬢がさ、有吉がうちの店来てこんなプレイしてましたよってチクるなさ、これは風俗トラブルじゃないからね。はあはあはあ、関心トラブルじゃん。店側のもう名誉毀損ですからね、それは。そうですよね。私のプライバシーを侵害してきてるわけですから。ダメですもんね、それも。それは問題です。それは関心トラブルとは言いませんからね。はい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 。ね、なんか一気になんか知らない女が出てきてさ、私有吉と不倫ですみたいなさ、はい、いうようなこういう下半身トラブルは私は避けていきたいなと、ここでやっぱりあの宣言しておきたいですね。下半身コントロール宣言して2012年下半身コントロール宣言をしておきたいと思います。あ、確かに。じゃあ受け止めます、はい、お願いいたします。だから俺がハンバーグおばさんに手を出すこともないないですよ。だから安心してください。だから分かりました、ね、はい、それは心配してませんけど、うん、ねえ、ちょっとお風呂覗かせてそれ別のトラブルですよ、ね、これはあの痴漢トラブルですね。これは痴漢被害そうですね、立派な犯罪ですからね。FM クイブリードって言うと、はい、私ストライクゾーン狭いんだよねとか、ほざくブスを衣で優しく包んでさっと油で揚げて、そのままゴミと一緒にリフトオフ揚げといて、ゴミ揚げといてですか。じゃあ長寿ギガジャクス、私猫っぽいって言われるんだよねとわがままアピールしてくる汚いケツした OL のおでこに灰皿持った手でリフトをやめなさいよ、本当テキーラトラブルになりますからね。見つけてましたよ、もう。ラジオに飛びっこ、はい、久しぶりに会いたいなと、学生時代はイケてるグループに属していて俺のことなど全く相手にしていなかった同級生の女から突然の電話。浮かれながら待ち合わせ場所の喫茶店に行くと、挨拶もそこそこに怪しげな健康食品やら洗剤やらのセールストークがスタート。俺の純情をもてあそんだネズミ子女の電話番号を公衆便所の壁にリフトオフ長いし最悪だしなんか辛いことがあったんでしょうね。FM さん、イノスカの弟、はい、小堺和樹に土下座とだけ書かれたサイコロをリフトオフ使えないの土下座FM 長野ラジオの納豆パフェ、はい、昔自分が使っていたランドセルを10万円で佐野史郎にリフトオフ佐野史郎さん別に興味ないから役だからね、何回も言うけど本当に神様されていますよね。ラジオネームバスケットカウント、はい、もう何年も閉店セールをしている店に、あ、もう何年も閉店セールをしている店に鬼塚千尋をリフトオフ今年でもちょっと秋田の生ハゲあたりに鬼塚千尋出たら面白いですけどねそんな感じですよね、見た目がちょっとお前ら殺してやろうかーって悪いかいね恐ろしすぎますよラジオネーム竹にセブンティーンの表紙に下田歌劇をリフトオフファッション的には間違ってないけどね、ジッパーとかね下田歌劇ファッション多いですからねはい、参りましょう。ラジオネームとびっこ、好きな映画を聞かれると単館ロードショーのマイナー作品を挙げてツーブル、気取ったブスが飲んでいる甘ったるいカクテルに下剤をリフトオフ捕まりますから気をつけてくださいFM 長野ラジオネームこばちゃん、この前消しゴムを貸してくれたあの子の家に毎日お手紙リフトオフ怖いなそんな書くことないでしょ毎日そっか、こういうもう一枚あげましょう。ラジオネームアマゾンカルテット、理想のタイプがイケメンで背が高くて高収入で真面目な人とか言っているブスの鼻に猫ひろしが使い古した臭いランニングシューズをリフトオフ嫌うなこういうこういう人たちのことね。ラジオネームワーギナーマイク、私っておとなしい人タイプじゃないのよねとか昔上がるブスに判定負けしたバダハリをリフトオフ怒り狂ってますからねバダハリが。止められてる
でこう女にコンプレックスがあるかね。この人たちは本当にね。まあ、僕俺ぐらいのやっぱり平成のプレイボーイって言われてる俺はね、やっぱキャッチフレーズいっぱいありますね。平成のプレイボーイって言われてますからね、はい、女性にやっぱりコンプレックスがないですからね、僕は。全然共感できないっていうんですよね。ラジオにとやっぱ俺やっぱ髪型もやっぱりちょっとあのテレビ出るとき石田純一さん意識してるし、あ、意識やっぱ意識してるんですか。やっぱ意識ありますよ。病院行ったら石田純一さんみたいな。そうで、やっぱりあの裸足で靴履くことが多いから、はい、ケアしなきゃいけないから、こうやってベビーフットで。なるほど。やっぱ足の裏もね、綺麗にしてますし、ね、常に石田純一さんを意識してますよ、僕は常に。うん、平成の石田純一って呼んでもらっても結構ですけど。はい、じゃあ機会あったら呼ぼうと思います。はい、はい、お願いしますよ。大丈夫。ラジオネーム遮ってまで言うことじゃないんですよ、それ。ラジオネームって一旦言ったらそれ言ってる。東西南北。山地徹に2年前の女性関係について話したいことがある。1億円を用意していただきたい。という手紙、リフトを。頑張るぞ、本当に。原さんも大変ですけどね。ラジオネーム東西南北。私的には3より2の方が面白かったなとか、自分の映画論語るドブスの口に大量の将棋の駒を詰め込み、笑顔でグーパンチ、リフトオフ。歯折れちゃいますからね。そうですね。本当に女性にコンプレックスあるね、この人たちは。ゲスナーさんっていうんですか、ゲスナゴキブリ系男子の方々ってすごいね。いや、大変ですね、本当に。で、誰なんですか。え、なんか新しい。新しくないですよ。有吉さん FM 長野のパブリチェンコ、はい、私ってよく AKB のあっちゃんに似てるって言われるんです、うん、とか、抜かす顔面のパーツ中央圧縮女の鼻っ柱にレミー・ボンヤスキーのフライングニーをリフトオフ。で、こんなになんか女性へのコンプレックスコーナーだったっけ。毎回違うんすか。なんかこんな感じじゃないよ。なんかいつの間にかこんな感じになっちゃってるんだけど。ちょっとおしゃれな女性を攻撃するコーナー。ラジオネーム、はい、空飛ぶ光。ツイッターのアイコンをプリクラにしているバカな高校生の家に、鬼塚千尋、ごめんなさい、鬼塚千尋をリフトオフ。鬼塚さんね、すごい。なんか最近おとなしくなってますね、またね、ツイッター。ああ、もう、普段、うん、だいぶ安心して見てられる感じになりましたけどね。大丈夫なんですかね。うん、大丈夫、ファンタスティックアラだ。ビッグバンのシークレットライブだと嘘情報を流し、集まった1万人のファンの前に、伊吹五郎をリフト。誰が得するんですか、それ。お互い困る。キャーズ、こんばんは、伊吹五郎です。ズコズコってやってくれるといいけどな。そうですね、暴動につながっちゃうとな、彼が大変だから。ビッグバンこと伊吹五郎ですって言われてないでしょ。意味わかんない。面白いね、これ。あげとこう。パン。面白い。ラジオのペケミニ。ツイッターで芸能人に散々絡んで、反応があった途端、冗談ですよとか抜かしやがる、笑いのセンスのかけらもねえクズなんか、鍋プロにリフトオフ。鍋プロだから、鍋プロバカにすんじゃないよ。そういう受け皿じゃないですよ。そうだよ、立派な事務所ですよ。立派な事務所ですよ。太田プロなんかの何倍もできる。超大型事務所だわ、本当に。ねえ、ラジオネーム三平。バイト先のブスに私服がダサいとからかわれた翌日、給料袋を握りしめて渋谷のパルコへ向かい、何気なく入ったショップの美人店員に8万円のレザージャケットと6万円のレザーパンツを勧められ、それをニヤニヤしながらそれらを購入し、完全無欠のターミネータースタイルでパルコからリフトを。かわいそうに。騙されちゃった。いいカモが来たと思われて。いいカモ来たぞっつって。似合いますね。売れてね、あのレザーのジャケット倉庫から出してこいっつってさ。もう夏になるっていうのに、あんなの見つけられて。面白いあげよう。そう。うん。ラジオ三平。コインランドリーで洗濯物を回収している美女に、
もしよかったらパンティー売ってもらえませんかという大胆な言葉をリフトオンした5時間後、最寄りの交番から北沢警察署へリフトオン。ダメだって。ああ、もちろんあげよう。パン。どうしようか、最後終わりにしようかな。じゃあ以上です。はい、ラジオネームヒードテッド。中華料理店で、私冷製パスタ食べたいんだよねとかいうブスをカビで黒くなった食パンで挟んで、挟んだセメントで固め、ごめん、黒くなった食パンで挟んでセメントで固めてリフトオフ。この世の中でさ、はい、言ったことないセリフがこうやって来るからさ、そうですね、対応できないんだよね。黒くなった食パンで挟んでセメントで固めてリフトオフなんて言葉聞いたことある人生ないですよ。多分今後も聞くことないと思います。なあ、世界の拷問っていう本を読んでも出てこないでしょ。そうですね、これは恐ろしい話ですよ本当に。ラジオネーム東西南北。私強い男にしか興味ないの、うん、とか抜かすドブスの顔面にマイク・タイソンのタトゥーをリフトオフ。すごいねあれね、あれ顔に入れるの相当勇気いるだろうね。やっぱタイソンぐらいぶっ飛んでないと。でもたまに雑誌とかいますけどね。いますね、顔に入って。あれはもともとなんかあれでしょ、マウリ族の戦士たちのやっぱり入れ墨とかカラーだからね、はい、そういう人たちはわかるけどさ、伝統だからさ、うん、かなり勇気いるだろうな。だってバイトできないですからね。バイトできないだろ、そりゃタトゥーショップ以外で。そうですよね、うん、怖いぜやっぱ、なんか入れるの。そうですね。 FM 長崎桜井ジョーカー、ツイッターで彼氏さんと一緒にカフェでお茶なうとかつぶやくクソ女に、うん、ダンプが跳ねた泥水をリフト。これシンプルですね。いいですね。はい、ラジオの超重ギガジャクソン。なるみりこちゃんとのデート、お昼ご飯はもちろんラーメン二郎でリフト。いや太りますから、でいじっちゃダメですよ。なるみりこちゃんもうやめた。なるみりこちゃんもサンドリア卒業したはずですよ。はい、ま、ちょっと OB として遊びに来てくれたのかな。ラーメン二郎が来たわけじゃない。ラーメン二郎行かない方がいいと思うんですよ、なるみりこちゃんは。はい、ラジオの三平。バイト先のロッカーに貼られていた、お前なんかやめちまえという悪質な貼り紙をコピーし、全従業員のロッカーにまんべんなく貼り付けて、心の傷を10分の1にリフトオフ。頭いいですね。いやもう、もうやめざるを得なくなります、それやったら。我慢するしかない、それは。最初貼ったやつが悪いんだ、だってそりゃ。でもやっぱバイト内でもね、いろいろ大変なんですよ。いいですね。シフト削られますよ。FM 黒メガネ。西野カナの曲の歌詞に私はすごく共感するところがあるわとか抜かす恋愛を経験しまくっている感を出すブスに、性欲マジックミラー号こと内野正明リフトオフ。性欲マジックミラー号って言われてました。内野さんね、内野さんねじゃねえ、言われてねえわ。当たり前のように。西野カナの曲ね、うん、人気ありますよ。どうなんだろうね、恋愛してんのかね、西野カナちゃんも。うん、そんな、でもまだ若いから、まあでもそうか、若い人向ける歌だもんな。でもな、だから共感してもらえるじゃないですか。うん、AKB の恋愛ソングっていうのはちょっと俺は納得いってないのよね。まあ元気出そう、はい、頑張ろう、夢つかもうはいいの、うんうん、はい、AKB が歌う恋愛ソングは俺は乗れないっていうこと。俺乗ってねえけど、全部全部乗ってない。乗ってるんじゃないですか。いや、恋愛禁止の人たちが恋愛の曲を歌うのはおかしいだろっていう。まあでも恋愛するとしたらっていう。あ、まあそうね、でも恋愛応援ソングは歌っちゃダメだろ、じゃあ AKB。でも私たち恋愛できませんって歌われても。だって、あれだろ、武藤敬司と橋本真也と蝶野正洋がさ、はい、あの女の子の気持ちの歌出してちょっと乗れないの。まあまあそうか、私たち恋愛三重詩、うちら恋愛三重詩って歌出しても。いや、その人が経験してるなとか、その人だったら説得力あるなっていう歌が最終的にいい歌なんです。そっか、そうですね、そうですね、うん、そういう意味では、闘魂三重詩は恋愛の歌ダメ、うん、ね、AKB も恋愛の歌ダメ、
あ、そう言われるとそうですね。そう、平成新聞、平成新聞のおじさんたちがもうサラリーマンは辛いよっていう歌を歌うのが第三水曜。あ、辛いんですか、サラリーマン。そう、ね、ルールがあんまりわかんないんだね。ラジオネーム三瀬、はい、駅前のシャッター街でさだまさしの曲を弾き語っていると、いかにも生意気そうな中学生集団が近づいてきたため、うん、君たち一緒に関白宣言しないと叫んでみたところ、後頭部に鈍い衝撃が走り、その後3日間俺の意識がリフトオフ。ダメだよ、自分関白宣言しないじゃないよ。それやられちゃうよ、これ一枚あげよう。パン、ラストぐらいにしようか。じゃあ FM にえラジオネームたてや、カラオケで AKB の曲を歌っている40代後半のおばさんに優しい眼差しリフトオフ。いいですね。いいですね。よかった、暴力じゃないんですね。FM 内外のラジオネームこばちゃん、得意料理を聞かれた時にちょっとこじゃれた料理名をあげるブスを小麦粉でまぶし、さっと油にリフトオフ。いいですね、うん、そうね、何が得意って言われた時ちょっと気になるよね。そうね、まあほら昔はよく言ったじゃん、肉じゃがだなんて。そうですね、もう最近肉じゃがなんて言うと逆にちょっとなんかあれ怪しいみたいな感じする、狙ってますねみたいなね。ましてやそのなんだろうね、ビーフストロガノフだなんていう日にさ、なんだこいつと思うしね、ちょっと食いすぎてますね。何がいい、なんだろうな、パスタとかだとさっとつけてはないなっていう、まあね、はい、さっとやりますよぐらいのね、うん、あ、まあそういうかな、うん、俺はなんだろうな、やっぱりボタン鍋とか。おいおいって俺のあれだろそれ。俺の得意料理だろこれ。あのキャラ探せないよ。ラジオネーム長寿ギガジャックス、雨で自分の靴が濡れるのがムカつくから、その前に自分の小便で靴をリフトオフ。どういうこと？雨に濡れるぐらいだったら、うん、まあでもいいよね、転ばぬ先の杖というかね、本末転倒な感じしますけどね。うん、意外といいね、うん、これはちょっと伊藤家の食卓特に送ってもいいような感じ。番組やってないですからね。ラジオネームパンサーマイ、男ってバカだよね、ベッドの中で女は絶対に演技してるしとほざきやがって、俺の夢も幻想もぶち壊してドブスのおでこに蜷川幸雄の投げた灰皿リフト。蜷川さんといえばね、うん、舞台で厳しい人らしいですから、ね、蜷川幸雄さんの娘が蜷川美香ですよ、はい、で今日あれですよ、ヘルタースケルター公開ですよ、はい、沢尻エリカのおっぱいが拝める日ですよ今日。あら、これはもう本当にあれだよ、はい、今日は沢尻のおっぱいが拝めるから、うん、おっぱい記念日。ちょっとこれ、はい、いいね、田原町みたいなね、はい、何を言ってるんですか、おっぱい記念日、うん、今日はおっぱい記念日ですね。うん、うん、まあいいんじゃないですか。いや、それで見たいな、はい、すごい見たい。え、さ、ヘルタースケルター、あー、うん、見ましょう、うん、見たいな、うん。ラジオの三四郎ベースだな。この歌詞の意味わかる？うん、は？わかんないのか。やっぱそうだろうなぁと、うん、下り顔で語ってくる自称音楽通のケツの穴に無理やりドラムスティックをリフトオフ。いいですね。うん、まあこうツーブルやつはねいますからね、どうしてもね。うん、うん、でもこれ音楽通だからドラムスティック入れたりするとちょっとまたそれはそれで興奮するかもね。興奮するんですかね。これリンゴスタグ使ってたやつじゃないのかな。この感触はわかる。リンゴスタグ使ってたドラムスティックじゃねえかな。それ音楽通じゃないよ。あれアナル通とかね。それ言ってくださいよ、もう失礼なこと言わないでください。ラジオネーム三平、男は絶対ロン毛セクシーだもんとか言っている時代遅れのボディコンギャルの枕元にシャズナ時代のイザムと全く同じ髪型の男をリフトボール。怖いねイザム、怖いねイザムじゃねえよ。イザムさん最近あんまふざけた番組出なくなったな。
まあ一時なんか結構共済家のやつで吉岡美穂さんって言ってたけど、そうですね、嫌になったのかな、いじられんのな、面白い人だったよな、結構、ね、そうですね、ラジオのファントスティック、あれ、納豆は臭くて食べられないというブスの口に荒俣ひろしの脱ぎたてパンツをリフト。大体さ、納豆の苦手な子供とかって大体でもこれで克服するのよ、荒俣、はい、先生のパンツ。どっから手に入れますか、荒俣先生のパンツ買いで、はい、あれよりあれより臭くないでしょっつって、ああだったら納豆の方がマシ、マシだったし、失礼すぎるわ、嗅いだことないでしょ。あるし、え、嘘だし、絶対嘘だし。ラジオネーム3ってラストぐらいしますか、マイケル・ジェイ・フォックスと杉作・ジェイ・太郎を掛け合わせて作った最強の生命体杉作・ジェイ・フォックスをジャニーズ事務所に入居。いや、ジャニーズ事務所困るだろそれ。ジェイ・太郎、そういえば被ってますね、マイケル・ジェイ・フォックス、杉作・ジェイ・フォックス。あげようか、パン、まだいけんのかな、うん、あ、じゃあ切り替えようかね、ラジオネームウコッケ、飲み会でそこはもう一回、そこはもう一回同じボケかますでしょうとかいう、お笑い分かってますみたいなスタンスを取るクソブスに納豆で作った山村もみじをリフトオフ。納豆で山村もみじ作れませんよ。大丈夫ですよね。ラジオネーム味噌塗りランドセル、体が冷えるのが嫌とか昔車内のエアコンをオフにしやがる汗ダクダクブスと小岩のサンマの野郎をターミネーターの代わりに燃えたぎる陽光炉へ Don't I'll be back lift off。 なんか多いな。ラジオのヨギライの夜行性、私紅茶にはこだわりがあって違いがわかるんだよねとか抜かすつぶる女の口の中にいろいろな国の茶葉を詰め込み沸騰したてのお湯を口の中に直接リフトオフ。怖いですね。ラジオネーム腕トイレ、俺と話す時だけ目が死んでいるヤリマンの鼻の穴に大量のわさびをリフトオフ。ダメだね、これヤリマンが、はい、ヤリマンがヤリマン顔されないやつはダメだね、確かに、うん、でもかわいそうですね。うん、紹介しちゃおうかな、裏の社会。裏の人間でよけ、なんだぞ今日裏社会来るやつ。風俗行く人間のことを裏社会の人間って呼んでる。そういうことじゃないんですよね。ラジオネームチュリスケ、AKB の大島優子を名乗る女から、こんにちは、友達になりましょうとメールが来たので、嬉しさのあまり返信メールをリフトオフ。期待しながら待っていると、今欲しいレッスンシューズがあるから、10万ここに振り込んで、と返ってきたので、目の前にあった授業料が入った封筒を手に取り、急いで銀行へリフトオフ。今まで、こんなに引っ掛けなんですよ。引っかかったかな。ねえ、すごいですね。あげよう、1個あげとこう、パン。ラジオネームワーギナーマイク、万年最下位有吉に変え、一本グランプリに峰岸みなみをリフト。バカ野郎。これはひどい、バラエティ担当みたいな、こういうことなんですよ。バラエティ担当だってなるとこういうことになる。こういう勘違いをされるんですよ。アリスと峯岸みなみはバラエティーで同じぐらいの実力だと思われてるわけです。まあこれ裏社会のね、人間の悲しいさがですよね。しょうがないな。あっちはやっぱ華々しいじゃない。あ、まあそうですね。風俗も行かないんでしょ、あの人たちは。峯岸みなみは風俗行かないでしょ。そりゃそうです。やっぱ表の人間は眩しいよね。俺眩しいよ、あいつらが。風俗行かない人間が。俺なんかやっぱ薄汚ねえさ、薄汚ねえ、その、なんか安いさ、ラブホテルみたいなところ入ってさ、風俗場待ってる時のさ、やっぱり情けなかったらないよね。そう思うとやっぱり、西武ドームでコンサートやる峯岸みなみ眩しいだろうね。まあでも同じようなもんだけどね、どっちもその爽快感みたいなものはね。ライブが終わった後の爽快感もやっぱり、はい、ライブって呼んでるんですか。
あのサービスのことを。これ一個あげよう。レジオネームとびっこ。二足歩行することと酸素を吸って二酸化炭素を吐き出すことくらいしか共通点がないのに、私小さい頃から南野陽子さんに似てるって言われるんですよとか抜かすポジティブスに絶対に外すことのできない鉄仮面をリフト。ポジティブス。ポジティブスっていいことですね。流行りそうですね。アナとかで。ポジティブスになろう。いや、おかしいでしょ。なろうってことです。一個あげましょう。はい。ラジオのとびっこ。ハゲとかありえないとか抜かしやがる女の頭部に健康ランドの排水口に溜まった大量の髪の毛リフト。我々はもうハゲの怨念だみたいなね。そうですね、いろんなハゲのいろんなハゲがいろんなハゲの髪の毛をあげましょう。ラジオのタケミ、私音楽がなかったら死んじゃうかも。常に身近にあるっていうか、もう体の一部って感じとか言っちゃうクソブスの着信音に蝶野正弘の喘ぎ声をリフトオフ。あああグッジョブ。グッジョブって途中言いました。グッジョブ。そんな喘ぎ声なんだ。あげましょう。ヤジョネントリッコ、読者モデルかショップ店員になりたいとか抜かす脳みそがミミズぐらいしかないバカ女をさっと炙ってネギとポン酢醤油を注いだ後結局ゴミ箱に入れると。いいぞ。なんでちょっと一旦おいしそうにしたんですか。嫌うなぁこういう女をな。投げましょう。じゃあもう今日奮発してますね。ラジオのブヒードーテッド、高橋みなみそっくりの人造人間をドクター中村に作らせ、小地春の部屋にリフトオフし、小地春の家のベランダから小地春のパンティーにリフトオフ。手かかってんな。侵入した方がいいんじゃないか。以上です。参りましょう、はい、ラジオネーム超獣ギガジャクソン、デザイナーズマンションとかいうバカばっかり集まったバカマンションの1階部分の柱を少ないダイナマイトで効率よくリフトオフ。嫌がらせよ。わかるな。デザイナーズマンションってさ、はい、たまに引っ越そうかなと思うときさ、はい、ちょっと見たくなるじゃん。なりますね。ちょっと映りがいいですからね。また外観とか良くて、はい、中入ると大体なんだこれって思うよね。ありますね。それ好きな人はいるんだろうけど、もうこれ住みにく高割高と思っちゃうな。あれ結構だから空いてますよね、うん、結構空いてます、はい、本当に。まあ東京一人ぼっちの俺にはそれぐらいのほうがいいかもしれませんけどね。ちょっと気に入っちゃってるじゃないですか東京一人ぼっち。青春デンデケデケデケですね。思い出した思い出したんですかそれ。その感じ、ラジオね、味噌塗りランドセル。僕の悪口の最後のうちにあいつ童貞だからしょうがないよとかつける集団ブスを一列に並べ、一人ずつでっかいハサミでアキレス腱をリフト。やめなさいよ。すごい報復だな。でもあるよね、はい、あいつまあ童貞だからなっていうね、こういうなんか決め言葉というかありますね。ラジオネームファンタスティックからだ。俺のラブレターを破り捨てたクソ女が10万円で手に入れたチャン・グンソクのプレミアライブチケットをヤギの口にリフトを。古いなやり方。ラブレター破り捨てるクソ女っているのかな今時。まずラブレターが存在するのかっていうね、はい、多分もうメールとかなんですかね、になってるだろうね普通若い人たちはね、はい。ラジオのムスカの弟、17歳の俺におじさん野球するからどいてと言ってきた小学生の野球少年たちに腐った飴玉リフトオフ。最悪だった。どいてあげなさいよ。どいてやれよ。、うん、野球する場所に一人でいるんじゃないよ。そうですね確かに。何してんだよってことですね。ラジオネーム納豆パフェ、
金沢工業大学で最新のロボット工学を学び、向井治二の人型ロボットを作り、小地春と付き合わせ、小地春に家の合鍵をもらい、小地春の家に侵入してパンティーを盗むという計画のために、今は全ての時間を受験勉強にリフトオフ。間違ってるぞ。これはもう目的は何だっていいと思うよ。一生懸命なれれば、一生懸命なれることがあるっていうことは俺素晴らしいことだと思うんですよ。ですよね、まあこれあげましょう、1枚。やりましたね。パンティじゃないですよ、パンティじゃないです。パンですよ、パンですよ。わかりました。大丈夫ね、飛びっこ。私が男だったら絶対まるまるちゃんと付き合うのにとかいう臭いセリフで失恋したブスの友人を慰めている、さらにブスな女をバジルと粗挽き胡椒と塩麹をまぶし、冷蔵庫に3日ほど寝かせた後、結局ゴミ箱にリフト。味染み込んでるぞ。手間暇かかってますからね。いい味入ってるぞ。すごいですね。ラジオにダイエットはしたから、男はやっぱテクニックなきゃダメよとか抜かすドブ顔のドブ顔ヤリマンのベッドに汗だくの落合福祉をリフトオフ。怖いね。恐ろしいですね。放り込みましたね。ラジオにファンタスティックなんだ。トロトロ歩いて通行の邪魔をするクソ女のキャリーバッグにエスパー伊藤をリフトオフ。もうダメだ、バッグ使い物にならない。エスパー伊藤さんって多分50ぐらいなんでしょう、はい、すごいよね。すごいですね。まだ現役ですもんね、バリバリの。いろんな生き方があるよね。はい、すごいです。いやー、それに比べて俺は東京一人ぼっちだよ。何なんですか、それ言うためのあれだったんですか、無理だったんですか。テンションがおかしいなと思ったんですよ。なんとか一人ぼっちみたいななかった、映画とかで。あのタイトルがありましたね。あるよね、なんかね。出ないんだろ、どうせ。そうです、出ません。考えてるすんなよ、じゃあバカ野郎。すいません。ラジオネーム白帯。あんた B 型なの？私 B 型とか無理なの、ごめんねとかいうクソブスの財布の中にデンデンの使用済みコンドームですと。なんでデンデンさん？デンデンさんは使わないんじゃないかな。多いですね。寂しい熱帯魚見る限りですけど。そうですね。FM 長野のラジオのやすさん、たくさんのバラエティに有吉と AKB 峯岸をセットでリフトオフ。いや、これがバラエティで俺峯岸みなみがつまんねえっつって、はい、言ってたら、はい、この前なんか有吉 AKB 共和国って番組で峯岸来てて、あゆさん私聞きましたっつって、はい、有吉さんがなんか私のこと面白くないっつって結構言っちゃった、真に受けて。いやだって面白くないんだもんっつって話をしたんだけど。ラジオネームゴルゴサーティは、北島三郎葬式の香典に辻太郎をリフト。やめなさい、何するわけねえだろ。これもね。